週間発表。お疲れ様です。前半戦終了ということで、はい、はい、どんな感じですか？はい、いい感じです。いい感じだよ。いい感じだよ。いい感じです。いい感じ、出てる、ね、出てる。あ、出てるの？私もね、200枚ぐらいあるかな。私は1000枚近くあるかな。え、そんなにある？あ、ちょっと嘘かも。800枚ぐらい。あ、でもそんなに持ってるんだ。あるあるある。あ、なんだ、あるよ。すごい差をつけてたかなって思ったんだけどね、こっちね。思ってました、うん、そんなことないね。そう、私は、ね、まあ2万6000円の投資で、うん、で、もう引いちゃったからね。なるほどね。引いちゃったんですよ、はいはいはい、で、今持ち込み1000枚ぐらい多分あるけど、はいはい、もうゲーム数もいっぱい載ってるし、まだジャッジメント2個あるし、うん、はいはいはい、もうこの後後半はもうずっとボトゲームかなみたいな。どうかなかなって感じだけどね。凱旋行った方がいいんじゃないの？終わったら凱旋。ちょっとおかしくない？ハトミンが行けばいいんだよ。あ、そっかそっか、行けばいいんだよ。いや、ちょっと待って、ダメダメ、ちょっと待って、ダメ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 、このお姉さんたちの言うことは聞いちゃいけない。すごいうろうろしてるでしょ。そう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 、迷ってるやん。悩んでる。ジャグラーにしよう。悩んでます。ジャグラーにしよう。そうですよね。ジャグラーに行こう。そうですよね。うん、いや、それじゃプラスにならんよ。もっとガッと。いや、プラスになるなるよ。全然なる、全然なる。ただ、これからダメ、騙されちゃダメ。もう後半始まったら、この人たちと話しちゃダメだから。なんでよ。あれ、なんで、絶対やばいよ。そんなことない。やめて、変なこと教えないで。私も大したこと教えれないけど。だってこの人の立ち回り見たら、そうじゃん、絶対ゴッド引くもん。ダメな時は絶対ゴッド座っちゃうんだよ。でも引くもん。引くんだよね。引くんだよね。そうなんだよね。あ、でもそしたら弾けるかもしれないよ。行った方がいいと思う。そうですかね。そういうの持ってないんですよ、私。あ、持ってないって。持ってないってさ。持ってないよ。いやー、うちのさとみ持ってないってさ。ちょ、いいのかな、それ。じゃあなんで呼んだのよ。持ってる、持ってる。え、でも、さっちゃんは今、投資が1万9000円の、うん、下皿に200枚ぐらいかな。うんうんうん。AKB で。そうですね。もう、揉まれてるような。なるほど、なるほど。後半は移動も考えてるけど、ま、って感じ。そうですね。状況を見て、なんかいい台が入ってれば移動したいんですけど、うん、こうパンパンみたいだよね。そうですね。ちょっと人がすごい多くて。うん、はいはい。そうですね。厳しいのかな。確かに。まあ、状況見て、はい、ということで。で、こっちは投資の方はいくら行ってんの？一番やばいじゃん。そんなことない。え、だって投資いくら？え、言うの？え、言うよ。作戦だよ、作戦。いやいや、言わなきゃダメなのこれ。大体。ダメってわけでもないけど。大体？大体で。何でもいいよ。何かに、何かに例えてもらう。何かに例える、それ難しいね。まあ、20本ぐらいじゃないですか。あ、まあ、一緒ぐらい。状況ぐらいじゃないですか。なるほどね。あれまだ出るの、あれ。出る。あ、本当？出る、早い。2.8 枚。あ、そうなんだ。なんか、すごいなんかまったりそうな雰囲気じゃん、見た目が。あ、そんなことないんだね。見た目に似合わず、行く子なのよ。あ、そうなんだ。え、待って、はい、ごめん。何言ってんの？クジラッキー。あ、いや違う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 、本当に知らなかったの。そう、自分の代にばっかり夢中になってて、はいはいはい、そう、ごめんね、ごめんごめん。いい、いいの、あの、頑張って。うちの子可愛いけど、そう、行くから、3万2000引くから、フリーズ引くから、待ってて。なるほど。フリーズ待ち、フリーズ待ちね。みおちゃんは、私はもう、もう全然、そうなの、3回しか押してないから。そうだ、安いんだよね。そうなの。最初にバッて出しちゃったもんね。そうなの、だから、で、しかもまだ続いてるから、そうそう、みのりんを追っかける形になるから。そうだね、こっちとらゴッと引いとんやろ。まあでも投資が違うからね。まあそうだね、そうだね、そこがチャックだから。1000枚ぐらい差があるから、そこだけで怖いところだけど、まあじゃあ今互角っちゃ互角、まあ似た者同士だと思う。まだまだ後半戦どうなるか分かりませんけれども、はい、気合入れて頑張っていきましょう。はい、はい、それでは実戦スタートです。ドン。それでは後半戦です、今両者多分ほとんど変わらない状況だと思います。どっちが勝つか負けるか本当に後半戦にかかっていると思いますので、私もこの AD を伸ばせるだけ伸ばしたいと思います。頑張ります。チャンス目引いて50乗っけたところで、終了してます。超広角中かな。終わっちゃうよ。おし、
ね。よっしゃー、ワードセイ。さあ、あと5ゲームになってしまいました。あ、キャチェリー。よし、最後ダメだったか。続き枚数で1237枚。おお、来た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 よー、乗ってくれればいいんだけど。あー、乗らない、惜しいね。惜しかった。はい、1237枚。はい、それでは後半戦、私はそのまま引き続きグジラッキーを打とうと思います。ちょっと今の段階では、まあ、みどりんがゴットを引いているので、まあ、中島ではちょっと余裕だとは言ってますけれども、欺く作戦ですんで、実際私はちょっと厳しいなとは思ってます、分かってます。でもまあここで行かないと出るもんも出ないので、ちょっとクジラッキーをラッキーラッキー言わせてやろうと思います。お、どうどうどう。あー、チェリージャックテレン、ヘイ、あ、来た、来ました、459でチャンスゾーン。当てよ当てよ、マジでこれ、モスコイももう残り少ないので、ちょっとここで当てたいです、本当にマジでお願い。おお、来たー、イエーよかったー、もう一発で来ましたね、いやー嬉しい、来ました、461。あー、よし、またここですよ、ここでちょっと伸ばさないと、461ゲーム、えい、プレー頼む、ラストいきます。うわー、ダメだー、もうワンセット、セット終了、133枚。これじゃ足りないよ、これじゃまずいよ。わあ、終わっちゃった。はい、後半戦ですけれども、ちょっとですねすごいんですよ人が。ちょっといろいろ見たんですけど、打てる台が空いてなくて、なのでもうこれで事故らせますしかないなのでこれで頑張っていきたいと思います。お、ジャックチェリーです。私ジャクチェリー引きましたよね。あれ、ジャクチェリーからのボーナスって設定差ありますよ。
今日はビッグボーナスどっちだろう。一回白狙います。あ、同色、赤、赤同色かな。あらら、うわあ、嬉しい。追加投資2000円です。お、頼む。あー、母ちゃんびっくりした。終了後のこのメンバーの推し名の立ち位置とか、あとは全員が出たりするんですけど、そこに設定差があって、ちなみに右に出るのは偶数に出やすくて、左は奇数に出やすいとなっております。あー、嬉しい嬉しい。それでは後半戦スタートです。まあ私は楽しい楽しいゴッドゲームからスタートなので、まあ後半ずっとゴッドゲームで終われるように頑張ります。乗せるぞ。おお、チャンス名10ゲーム。下パネルが消えました。いいでしょうか。はい、10ゲーム。おお、30ゲーム。ハーデスさんの槍が来てましたからね、デジャブってます。30、青か。またおお、続くね。これで10、30、30、30かな。さらにおお、続く。30、おお上手だ。30、あー、終わり。終わりか。終わりですね。いやー、160ゲーム負けました。おお、もう一個、さらにもう一個。おお、消えろ消えろ。あ、赤ドラだ。なんだろう。あ、でも待って、3個目までプシュンってね、もう一回行っちゃうかなと思ったんですけどね。ん、あ、紫7でした。はい、一瞬見えなくなるとこだった、紫7が。よかった、じいじ中に紫7引けました。ということはお姉さんが出てくるかな。あ、乗った。ちょっと待てども待てどもフリーズ引けなさそうなんで、ちょっとさすがにこれ以上投資をするのはあまり頭が良くないので移動します。ねえ、とりあえず
ーナスと ART ガスさんが結構良さそうなジャッカスが空いたのでそっちに移動したいと思います。ただ私打ったことないんです。なのでミオちゃんがよく打ってるんでちょっと聞きに行きたいと思います。これなんだよね。でも昨日とか全然日見たら多分上げてると思うんだよね。いいんじゃない。でも普通の多分これがこっちだよね。だと思う。だったら全然いいと思う。だよね。はい、それではすいません、今更ながら初打ちです。ジャッカスチームをしたいと思います。いや触ることないと思ってたんだよな私。いや打ちたいなと思ったけどこう旬を逃すと私打たなくなっちゃうんで。うん、珍しい。暑いよ。すごい、ちょっとめっちゃいいんですけどめっちゃいいんですけど49ゲーム。そうだね。でもあんな伸びないわすごいでしょ。すごいね。今ユミちゃんがねジャッカス移動したから。あーそうなんだ。まあでもうちのさっちゃんがさ何どんぐらいこっから使ってるか分かんないから。あーそうだね、うん、っていうのはあるけど3箱目行ったのは見たよ。うん、持ち上げられなくってさ、いっぱい入れちゃって高いよ、ね、結構高くて、そうカメラさんに上げてもらったよねあ、終わったんだ。終わったけど、あ300も超えない。200未満で当たってるからずっと。え、そうか。え、だって天井なんかすごいよね。あ、ベルコボシ、ね、うん、じゃあ軽いは軽いんだね。軽いか、ずっと軽い。天国一回もないけどね。あ、そうかまあ、あとはこれを全部飲ませてもらって。いや、大丈夫。飲ませてあげて。さすがに全部は飲まれないから。ちょうどいい時間になるよ、そしたらやめてー全部は飲まれません、多分多分飲まれない。飲まれる前にはやめます。終わった？まだもうやだ。ちょっと気分転換に絡みに来たんですあ、ほら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 、当たるかも、当たるかもしんない。本当？うん、当たる当たる。これ当たるやつ。本当かな。絶対嘘をついてる。どうどう、まだ当たる当たる弱くない？ほら二人来たけど。あーダメじゃん、絶対ダメじゃん。いや、わかんない、まだわかんないじゃん。当たるかもしんない。どう少ない。あ、もうキャンセルあ、コイン入れたらキャンセルだな、これ。ベッドでキャンセルになっちゃうとね。
そうだね、当たんないよ、私当たんない。だいぶやられてるようですね。そんなことない。まあ頑張ってね。もう冷やかしに来ただけだから。そうだよね。知ってる。もうね、強がり言ってもね、もうバレバレだね。ダメだよ、どう考えてもダメだよ。おお。あーマジか、強チャリーだ。おうおお、強チャちゃん当たるんじゃない、当たるんじゃない。いやどうですかね。あ、うん、おう、サプライズ、いいじゃん。当たったの。あ、当たってる。お、あ、当たりました。よかった。しかもさっき設定差のあるジャックチェリーからボーナス当選したんですよ。あ、本当に。だから あれから行ったんだ。あるのこの台って。ちょっと今窓は、ま、なんですかね。あ、でも1回だけじゃね。今日だって朝から打っててだもんね。そう、ちょっと今でも初当たりは、まあこれがハマった、1回ハマったくらいで、あとはそんなに重くないんで。どうですか。まだで、まだ続いてるの。まだジャッジメントは2個残ってる。まだまだ2個残ってる。そう、もう一回紫ナナも引いたの。そう。大した乗んなかったけどね。でもデジャブでまた160度が乗ったり、全然終わんないんだよね。今何枚ぐらい出たの。今ね、2000何百枚ぐらい。そう、20002000いってるから。もう完全にプラスですね。うん、私の分もプラスです。多分どんな感じ、追加入れてる。今21です。 21? あ、全然大丈夫、全然大丈夫。今はもう完全になんかもも、うん、あ、なるほどね。まで今追加投資なしで当たってくれたんで危なかった。で、これで、これでさ、ラッシュ入るじゃん、入るじゃん。で、まあ200ぐらい、200ぐらいからスタート、200ぐらいでいいよ、200ぐらいからスタートするじゃん。で、その中でボーナス、まあビッグでいいよ、ビッグ、ビッグ3回か4回ぐらい引けばいいよ。うん、大丈夫大丈夫、できるよ、さっちゃん頑張れ。いや、さっきから今日ビッグ初当たり3回いて、3回とも ART 入れてるんですよ。じゃあ 100% だね。 100% あるよこれ。 でも 100% の台だよこれ。ああ 100%、 うん、うん、100%。 なるほど、 ART は 100% だと思って。そうですね、叩いてね。頑張れ。うん、頑張って。頑張れます。頑張れ。散々プレッシャーをかけて。これ選抜でいきます。これね、やっぱ朝一スーパーオーバーチュアに入れたのでこれです。20 10 20 10。これですね。まあ、50ゲームもしくは上乗せ特化ゾーン、50ゲーム以上もしくは上乗せ特化ゾーン。お、下克上がついてきました。激アツ出たからなんか、あー、てっぺんか、てっぺん、てっぺんチャレンジなんで、まあ、3桁ってことは、さっき言われたゲーム数いけるかも。いきます。マジでお願いします。まだ行けますから。
まだ2ゲーム。あーバカバカバカー。まあ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 、でも100ゲーム乗ったんでよかったーよかったー。しまんないでー190ゲーム464枚。なんか同じような数字で、さっきから獲得枚数が同じような数字なんですよね。400枚以上出ないのかな出し方がやっぱりわからない。ハーデスステージで、最後終わりましたけれども、860ゲーム2449枚、まあ、約2500枚ほどですね。で、まあ、まだジャッジメント2個ありますんで、まあここからですね。いやーしかしすごい伸びたな。まさかワンちゃんってここまで伸びると思いませんでした。何が来る。ゴッドのやつですからね。来い人型。いい前足が。あーまたエルベロスか。1050からの、あー60ゲーム下手だな。高かったですが2900枚。さあ残り1個いきます。全部犬だったら犬コールしたあいつらのせいだ。いやー頼みます。よしよし、まあまあいいでしょう。ハーデスではないけれど、ペルセポネ今日2回目ですね。でも紫7引いてるんで、よし、さっきは1回も揃えられなかったんで今回はぐるんぐるん回転させます。よし、おし、あざます。とりあえず50はからの、あー行かない。よし、よし、やった。おー、ドックンドックンならないな。おお、カットイン出る出る。おっしゃ、あすごい、こんな揃う。おお強い、イエーイ。回る。おお、あダメだ。まあでも
純粋に引いてもう250ゲームですよ。おお、カットイン来るね。おお、やった、すごい乗る、マジ。お、回って、もう一回来るね。いけ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 、いった、よしよし。あ、残念。まあ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 。お、あ、また、あ、揃った揃った揃った、すごい。おお、すごいよ。いいやつじゃないこれ。あー、なんで。おお、でもまたカットインが来てます。すごい、もう450ゲームあるけど。残念。うーん、あ、終わっちゃうね。すごーい、450ゲームいやー、よかった。むしろこれハーデスじゃなくてよかったかもしれない。ペルセポネだからこれだけ乗せられたっていうね。いやー、いきます。で、一応ジャッジメントは、まあ、これで全部ですけど、もしかしたらループストックもね、ゴッド引いて、で中で紫ナも引いてるんで、まあ、通常時じゃないや、GG 中のジャッジメントなんで、まあ、それももしかしたらループ持ってるかもしれないし、まあ、でもなかなかって言ってもそんなしないんで、1、2個あったらいいかなと思ってますけど。よしよし、まあ推しがあるんで20、あー50か、20 10 10、よし、十分十分、110ゲーム十分。終わった。120ゲーム204枚、まあ、まあまあまあ。さあ、ちょっと気分を変えるために髪型を変えてきました。いやー、なんか続かないというか、ボーナスは引けてるんですけど伸びないので、まあ私のせいでちょっとうちのチーム負けてしまいそうなんで、ちょっとね、一回ドンと出したかったんですけど、そう簡単にはいかないみたいですね。まあ本物ボーナスは引けてはいるんで悪くはないんでしょうけど。ああ、ついた。やっぱ髪型変えるもんですね。当たりました。ジャックチェリーでしょ。56ゲーム。
50枚でしょこれ、50枚しか出ないやつでしょ。ガガガガーン、三つですね。もう一丁。ああダメ。残念。お、赤いですね。赤いです。ミッションスタート。どうかな、で一人やばい。お、いっぱいいた、いっぱいいた、いっぱいいた。頑張れ。よし、いました。ありがとうございます。90ゲーム。入っちゃいました。紫。ブルツボーラス。うわあ。ダメでーす。82枚で終了。むずいなー。急に発展しましたね、バトル。おお、強スイカからですね。すごい。何の前触れもなくバトルに発展しました。よし、よしよし。閉まるんだ。あれ閉まるっけ。ああやりました。また入ります。フライトメアラッシュお願い。中段に揃って。いやー惜しい。クリーチャーパニックはいきませんでしたけれども、またまたナイトメアラッシュゲットです。はい、見事ゲットいたしました。いやいいですね。こんだけね入ってくれれば
しかもウォーナスもちゃんと当たってくれてるし、 AT も当たってくれてるし、もうちょっとね伸びててもいいんですけどね全然緑に追いつけないな。実戦終了、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。すごく疲れました。疲れたよ私も疲れちゃった、いい疲れです ね、 ねはい、さあさあさあ、ね、はいはいはい、じゃあ早速結果発表の方いっちゃっていいですか。どうぞお願いします。いいですか、どうぞ。こちら G 組、はいはい、じゃあ先に、じゃあ私から、はい、はい、私は朝一から、パチソロ AKB48 バラの儀式を打ち切りまして、はい、1台打ち切りまして、投資が、2万1000円、2万1000円、はい、で回収が474枚でマイナス576枚。なるほど、マイナスになっちゃったけど、はい、まあ、ちょっとは戻したんだね。そうですね、半分ぐらいなんとか取り返せたなという。よくできました。ありがとうございます。学級委員すごいね、さすがですね、 G 組、まあね、まあね、はい、どうだったんですか。いやでもまだわかんないよ。あ、わかんない、そうよ、こっち追いかけ、追い上げてるかもしれないから。私がね、うん、どんだけね、そうだよ、どんだけ、どんだけ使ってたのは知ってるよ、どんだけ使ってるかもわかんないからね。そうだね、そうね。私ですね、はい、朝一、センコレから参りまして、はい、天国ない辞めました、はい、でジャグラー行きまして、はい、回してもクソも光らないと、なるほど、辞めました、はい、辞めました、はい、ハーデスに行きまして、はい、なんか400まで打とうと思ったんだけど、うん、あ、なんかすごいレア役引いちゃって、うん、いっぱい、うん、でもうなんか辞められない状況になっちゃって、でも当たってもワンワン、うん、当たってもワンワン、ワンワンね状態だったんだけど、まあワンワンがね結構いい仕事してくれた、結構続いた GG 中になんとゴッド引いたんです。見た見た、あ、そう見た、知ってるね、ごめんね、そうなんですよ。そうで、そこからですね、すごいです、デジャブが、デジャブもすごいし、デジャブうまいよね、うまいね、うまいんだよ私、いつもうまいよ ね、 ね、そうデジャブね入るとうまいんだよね、すっごい力で叩くから ね、 ね、かわいそう、そうなんだよ、レバーがね折れるぐらいと思うぐらいそうすごい似てる、よく超見てるだけある、そうでしょ、超見てるからで、まあ犬、ケルベロス、ケルベロス、ペルセポネだったんだけど、3つの内容は、うん、最後のペルちゃんで450、もうあったりして、で最終的にまあ本当時間ぴったりぐらいに取り切りまして、うまいね、はい、で、投資が26本、2万6000円、はい、で、回収が4315枚、なので、3枚プラス3015枚です。おということで2人で合計で、はい、プラス2439枚、はい、ありがとうございます、任してくれ、いや任せ先輩わかんないよ、そうそうだよね、私もわかんないよ、自分の台ばっか見てたから、そうそうそう、私見に行ってないの、そうだよね、私わかってるよわかんない、私はわかんないよ、みおちゃんがどんだけ出したかわかんないそうだよね、すごい良さそうな台だったんでしょ、だって、うん、あのね、うん、私もずっと当たってたの、そうだよね、見たら光ってた、ずっとずっと当たってて、うん、ただまあ一回通常モードで、もう100ゲーム行くか行かないかでとかでずっとずっと当たってて、こう行って行って行って、あ、こんな感じで、ね、グラフもこんな感じですよ、こんな感じで、うん、後半戦はこのジグザグがおいおい、どっち行った、この辺で終わった真ん中辺で終わったから本当に変化がない、前半戦後半戦、うん、全く出玉的には変化ないんですけど、かなりね AT がね多かったんですよ、 AT もボーナスも多くて、こんなに入るもんかっていうぐらい入ってくれたので、1回もハマってないよね、すごい、300
も超えてないと思うんだよね。すごいね。ずーっと200、ハマっても250とか、なので本当にいい台だなと思って、投資が3000円。安い。はい。初期投資のままですね。回収が1188枚なので、プラスの1038枚です。おー、院長上手。いや、上手。院長は旧院長らしく、そうですね、優等生な感じで1台粘り切ってちゃんと出したっていう、そんな感じでございます。はい、ありがとうございます。で、あれあれで足りないよ、まだ足りないよ。2439枚プラスだから、あと1400枚ぐらい、1400枚プラスであったらいいのね。そう、あったら勝ち。それ以上簡単ですよね、それぐらい ね、 ね、簡単だと思うんですけど、すいませんでした。本当すいませんでした。しょうがない。ちょっとね、先生不甲斐ないことをやってしまいまして。珍しいよね。はい、先生ちょっといろんな台行っちゃって。何先生いろんな台行っちゃったんですよ。普段打たない台いろんな台行っちゃって、多分最後のジャッカスチームはあったとは思うんですけど、行くのが遅かった。まあ時間かかるからね。そうなんですよ、伸びずに、まあボーナスも当ててトントントンっていう感じなんですけど、それまでに使った額が大きかった。ということで、総投資が41本。あ、10本使ってんじゃん。で、出玉はゼロ、マイナス2050枚となってしまいました。お疲れ様でした。先生ダメでした。ということで2人合わせるとマイナス1012枚。マイナス1012枚。追いつかんかった。はい、ということで、はい、G 組の勝利でーす。イエーイ。珍しく頑張ったのに。ごめんよね。私がそれをちょっとこうなんかちょこちょこっとやっとけばいけとったかもしれない。2人で1000枚ちょいちょいやからね。まあね、まあね、まあね。ていうか弓子ねあたりがあのゴッドとか行くと思ってた私は。だよね、意外なとこ行ったから。そうそう、なんかいつもとちょっと違う感じ。そうだよね、先生舞い上がっちゃった。先生ちょっとね、先生クジラッキーがあった時点でちょっと行っちゃったね。ちょっと舞い上がっちゃったね。頭がちょっと行っちゃったね。クジラッキー好きなんで、もう行かれちゃってちょっと行っちゃったね。はい、すいません。まあでも私のハーデスは正直ね、まあ通常時もそんないっぱい回したわけじゃないからあれなんだけど、まああるかないかで言ったらそんなあったわけじゃないと思うんだよね。だからまあかなり引きで、そう、うん、やっちゃった感じがあったんですが、まあでもさすがですよ、そこで引くっていうのがね。まあね、学級委員長ですから。そうですね。はい、ということで、はい、G 組の勝利となりましたけれども、これで実戦は全部終了ということで、最後の、最終決戦の方もですね、皆さんお楽しみにということで、本日はこの辺でさようなら。